皆様こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの小田切ヒロでございます。本日は A ちゃんに来ていただきました。よろしくお願いします。日本と韓国で活動されているもう超有名な A ちゃんなの。いやもう私は YouTube 始める前から A チャンネル拝見させていただいていて。本当ですか、嬉しい。だってもう本当に美容系 YouTuber の先駆けじゃない。ありがとうございます。そうよ、私も何度勉強させていただいたか。いやメイクアップ以外にもそのメイク製品について美容にまつわるいろんなことをね YouTube で提案してくださっているので、私はねもう韓国の流行だったりとか世界の流行を A ちゃんからいろいろ学ばせていただいてたのよ。やったー。そうよ、だからやっぱマリリンさんからのやっぱり A ちゃんに次メイクしてもらいたいと思って。いやー、恐縮なんですけど。そうよ、この前、マリリンさんとのコラボの動画で、はい、小田切ヒロ先生が、なんと K-POP アイドルに変身したんじゃないですか。そうです。で、私せっかく韓国から来たのに、いや K-POP アイドルしないとって思って。そうよ、はい、ね、で最近韓国の第4世代の K-POP アイドルさんは、結構女の人のメイクと男の人のメイクの警戒がなくなってきてるんですよ。確かに。だから男の子もキラキラめっちゃ使いますし、もうまつげもメイクしますし、もういろんなことの警戒がなくなっちゃったので。なるほど、はい、いや楽しみだわ。だって私アンドロジナスでしょ。いやだからね、ちょっとそこら辺興味があったんですけれども、はい、なかなかその扉開けなかったんですよ。いや今日は楽しみということで、それではスタート。はい、ということで正真正銘のすっぴんになりました。すいません、ね、これがリアル40歳ということで始めたいと思います。もう早速プライマー系日焼け止めからいきます、はい、これ私の大好きなものなんですけれども、これ無色透明だね。無色透明で、先ほどあの先生から使っていただいた、あのプライマーとほぼテクスチャーが似てますよね。なるほどね。これも、まあ、毛穴を埋めるような感じで引き込みとして入れていきます。適当に塗ってからスポンジで整います、ね、うん、あスポンジでね、トントントンと、はい、はい、そして、やっぱり韓国アイドルメイクアップとしては色白ですよ ね、男女問わず。なるほど、ね、ということでトーンアップクリームで色を明るくしていきます、ね、こっちからもうスースースーっと、これも結構マットな仕上がりになります。トーンアップクリームってもそこまですごいトーンアップっていう感じなの？自然に明るくなる？じゃないですね、はい、ほらすごい自然。人それぞれ本当に同じ人っていないので。そうですね、全ての人から学びがあるわ。このスポンジのフィックスの仕方も全然違うもん。韓国のメイクってスポンジ使いを結構細かくするなって印象ですよね。そうですね、スポンジだけでもう30分くらいずっと叩いたり、ね、ずっとやってるよね。はい、ファンデーションに移りたいと思うんですけれども、はい、うんうん、まずはスパチュラとスポンジの組み合わせが、はいはい、うん、韓国のサロン定番のブラシテクか、はい、このテクニックね、はい、そう韓国のメイクアップアーティストみんなこういうのやるんですね。はい、でも私ねこっちのやり方を知ってるんですけれども、はい、スパチュラの方今これ最先端じゃない。そうです、そうよ、あんたたちスパチュラとねこのスポンジ使いが今韓国では一番最先端のやり方よね。そうです、それで今日お願いしていいですか。はい、ファンデーションはソラスを使わせていただきます、うん、おーいいわね。23番と23番、ね、25番をちょっと混ぜてから使わせていただきます、はい、いやこれね動画では見たことある、でも実際にやってるの初めて見た。すっごくこれ早いし、ノリも良くなります、立って横みたいな感じで、すごい。一回スパチュラでバーって伸ばしてからね、どんどんパッ、はい、フィックスしていくんですよね。外側から叩き込んでいきます、うん、韓国のファンデーションって最近めちゃくちゃ明るくなってきてるんですよ、うん、あそうなんだ、はい、もともと明るいイメージですけどね、もうちょっと明るくなってきたんだ、ね、はい、もうどん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 明るくなりつつあります。なるほど、韓国には標準色っていうのあるんですか。標準色って21番なんですけど。 あるんだやっぱ、はい、それが日本にしてはちょっと明るめの00番みたいな感じですね、うんうん、なるほどね、はい、でも顔がめちゃくちゃ小さいですね。何をおっしゃいますの。そうよ、もう小顔だけ私の命だからね。で普段からどういう努力を
いろいろしてるわよ。もう食べるものから睡眠の質から心のメンテナンスデトックス、もういい食事を言う全てが小顔につながるようにやってる。何でデトックスされてる？最近はね、もうお水に入れてね、でデトックス、あと炭とか泥とかそういうものでデトックスしてる。の飲みますか？飲む飲む、そう、泥と炭も飲んでる。そうなのよ。この前私、黒シャリという、うん、シャリが黒い寿司屋さん、うん、ああそうなね、はい、なんで黒いんだろう、炭かな、炭だよね、はい、でちょっとカバーしたいところをカバーしていきます、うんうん、そう、韓国の方のメイクアップってベースメイクの時にやっぱそうやって細かい小さいコンシーラーブラシ使っていくよね。そうですね。結構日本のアーティストってね、大きいコンシーラーブラシでザサッとカバーすることが多いんですよ。うん、あんまり細かいブラシやる人少ないかも。これがまさに定番の韓国のサロン定番のブラシです、ね、これコンシーラー、コンシーラー、すごい点だね。もうそうですね。あとサーモンカラー少し入れて、うん、サーモンカラーね、コンシーラーにサーモンカラーね。そうですね。なるほどね。それどこに使うの？目の下で。なるほどね。あんたたちこの頑固なクマ、これをサーモンカラーでフォローするのね、はい、あとですね、おひげは、おひげは、あ、結構濃厚なオレンジでね、これスティラじゃない、はい、ね、日本にはね、もうスティラないんですよ。ないですね、撤退しちゃって、うん、ね、いやーすてかわいい。これコンシーラーで、これがパウダーらしいです。なるほどね。でも私ここら辺しか使わないんですけど、ね、なるほどね、はい、うん、オレンジで肌色ミックスして、なるほど、青ひげをね、うん、私がひげを脱毛しない理由なんでかわかる？なぜですか？この青ひげによって間延びが軽減できるの。あはー、ここが全部肌色になっちゃったらピュッて伸びちゃうから、はい、そう、だから私はここ絶対脱毛しないのよ。そうなの。ここら辺を広くしたいので、もうちょっと明るめのコンシーラーで、うん、そこを全部こう抜いていくってことよね、広く見えるようにね、はいはい。あ、結構眉頭のところにも結構入れていくのね。眉頭をグラデーションっぽい感じに。なるほどね、はい、今日はもう本当にキュートな男の子を作りたいので、うん、キュートな男の子ということであれ嬉しいわ。最後に一回全体的に、うんうん、フィックスしていくのね、はい、パンパンパンって、うん、これ空気を含ませながら叩く意味で、うん、なるほどね。はい、ベースメイクはまあこんくらいにして、はい、まあ、早速パウダーいきます、うん、パウダーは透明のパウダーで、これどちらのやつ？これジョンゼンムル先生の。あ、まだ先生のやつじゃない、これ人気でしょ。人気です。すごい人気だよね、はい、私一応ジョンゼンムル先生の教え子でもあります。あ、そうなんだ。そうです、このテクは全部。なるほどね、先生のメソッド。メソッドね、それ私に今投影してくれてるんでしょう。嬉しいわ。でも渋滞しちゃったんですけど、まあ、一応、うん、あ、なるほどね。ほんと軽く、うん、うん、あ、なるほどね、ふわっとね、はい、気になるところだけ、うん、あとコンシーラーをたくさん使ったところ、うん、ジョン・センムルさんにメイクされてましたもんね、 A さん。そうですね、そうだよね、それもまた巨匠の方に。そうですよね。パウダーとチーク使います、うん、パウダーとチークをミックス、どこに使うの？チークに使います。ほっぺたね、はい、やっぱ蓋でやるよね。蓋でやりますね、うん、私も蓋でやります。チョンゼンムル先生のまた教えだったので。なるほどね、はい、こうやって、あ、ちょっと丸く入れるんだ。はい、丸く。なるほど。でもそんなに色味はわからないと思います、うんうんうん、パウダーと混ぜたから。なるほどね、はい、ふわっとしてるね。ハイライター代わりみたいな感じですね、うんうん、なるほど。ちょっと統一感足すために、うんうん、なるほどね、さっとさっと同じ色をね、はい、うんうんうん、ちょっとふわっとしたり、ちょっとふわっとなって、ね、うん、肌色みたいなチークを目元に使います、うん、目元に、はい、ベースのシャドウとして使います、うんうん。今日イメージしてるアイドルは、うん、はい、ストレイキッズのペリクスです。もうトレンドど真ん中じゃない。第4世代の。やった、私も第4世代になっちゃう。嬉しいわ。アイシャドウはどっちなのですか？あ、これ私の大好きなエクマールの新作です、うん、オーバークラシックアイパレットという、はい、ここがまたマット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 4色のラメが大きめのグリッターで、まあ、艶感は、ね、ま、
ちょいあるような、うん、この組み合わせがもうすごく韓国っぽいパレットじゃないかなと思いますね。しかもめちゃくちゃ使いやすそう。使いやすそうです、ね、これがもう本当に塗ったら、うん、もうティントのようにスワッと染まるような感じで、うん、なるほどね。ラミュクさんのやつでしたっけ。ラミュクさんのやつです。なるほどね。なぜわかりました。いや詳しいんですよ、うちの P。 先ほど私の YouTube の履歴も全然分かってらっしゃって、うん、そうなんですよ。ファンでした。すごい相性もすごいのよ。そしてこの色って、まあうん、シェーディングとかにも全然使える色味なので、な、ね、うんうん、人中短縮ね、はい、大切よ。このふわっとマットがいいですよね。そうです ね、もう種類の種類ですね、うんうん、しかも青み系じゃない。あ、青み系はあ、こっちか。あ、なるほどね。よいしょ。でもね、日本だとこれすらも青み。なるほど、うん、クマをカバーしつつこう小さく見えてた目元をちょっと影感を作って戻そうって、うん、なるほど、戻してるのね。ここでですね、こちらのブラウンを、うん、はい、うん、このブラシどこのやつ。ラミュークさんのエクマールのやつです。エクマールの、ね、はい、この青色のハンドルのやつは全部エクマールのものです。なるほどね、かわいい、ね、これが全部あのビーガンモなんですよ。あ、なるほどね、はい、韓国の最近のアイドルは、うん、影感とカラー感とキラキラがもう取り入れられたという、うん、なるほどね、はい、なるほど。今はもうちょっとふわっと可愛らしい男、うん、なるほどね。私はふわっと可愛いアンドロジです。見られるかしら。小田切先生にもメイクしてもらいながらちょっと感じたのが、うん、こういう話し方で、うん、ちょっともう下向いてみたいな感じでやってもらったら結構癒しになったんですよ。そうなの、リラックス。そうなの、あの言葉のエナジーっていうのがあって、こんだけ近いと角のあるそのワードを発生するとすごくね圧迫感を感じるの。だから私そうよとか行きましょうとかさ、遊び行きましょうとかってことやるわけ。やってないけど。それはダメです。そうだね。すごいメイクさんってそこまでね、仕込んでるんですよね。そうよ、私仕込みのテクニックすごいでしょ。すごいですよ。そうよ。女性アイドルのメイクの傾向ってどんなものがありますか。まつげ一本一本綺麗に、ね、一本一本綺麗に12本くらいの、はい、姉ちゃんもすごいわね。私顔面こんな近くにあるのにもう動じないでやってるわ。バカず踏んでるわ。すごいわ。上向いてもらってもうちょっとピンクを下の全体的に入れます。いろいろ重ねていくのね、はい、今度青み系のパレットの方使ってるね。そうですね。今でトータル何色ぐらい使ってるの目元。1、2、3、4色くらいです。4色使ってるの、すごい。マットだけで4色使ってるのね、はい、眉いきます。はい、あ、眉ブラシじゃないんだね。眉をもうちょっとふわっとさせたくて。おーおー、ふわっとね、はい、あ、それアイシャドウブラシ。全然アイシャドウブラシです。なるほどね。ふわっとするためにやっぱりアイシャドウブラシを使った方がいいのね。まあ、いいというか、うん、まあ、そういう気分ですかね。そういう気分で分かる。だからメイクは気分でいいのよ。うん、そうなの。すっごくシンメトリーですね。本当？シンメトリーになるように頑張ってるマッサージとか。なるほど、うん、やっぱり努力の。努力よ、あんたも40代私。そうよ。いや、あんたこれ今日土産にさ、もうありがとうございます。いえいえ、これみんな何か分かる？これ傘なんですよね。傘です。そうなのよ、腕とかね、はい、全身できるんでしょ。全身できます、ね、こと細かなとこね、足がもう足がすごいです。なるほど、ね、ふくらはぎとかこれ結構ね、こういう傘ってスポーツ選手が使ってると聞いたことあるの。お、私使ったことなかったんですよ。なるほどなるほど。いや本当ありがとう。いやいや、しかもこれ錆びない加工されてるんですよ。錆びないです。素晴らしい。これどこで買えるの。売り切れ。売り切れちゃった。あら、10分で発売。10分、さすが A ちゃん。今日それでこれくれたのありがとう。嬉しいわ。そうよ、だから私今日から使う。やっぱり先ほど、うん、小田切先生から言われたように、うん、やっぱりこういう余白は締めたいんですよ。そうそうそう、もうね、余白いらないの。いらないですよ。そうなのよ、とにかく小顔に見せなければいけないの。このくらいで、まあ、ペンシルは少なめに使っても、うん、眉尻だけに使っていくのね。そうですね、ふわっとした感じで、うん、最後に眉マスカラちょっとやってもらって、
韓国のアイドルの方とかパールつけたりする？します。あ、します。全然男性アイドルもパールの、うん、まあ、ネックレスとか、うん、あと何でしたっけ、ピアス、イヤリング全然しますね、うん、なるほどね。あと最後にもう先生も大好きだと思います、うん、目頭の眉頭、立て立て、そうそう、立て立てしてちょうだいそうよ。これが結構濡れ感が作られる眉頭、うんうん、透明ですか？透明です。なるほどね。透明ですけどちょっと灰色、うんうん、あ、確かに入ってるような。どこのやつ？これエクマールです。ああ、なるほどね。はい、大好きです。いいね。これが韓国、うん、あの女性アイドルのまつげの時に欠かせないんですよ、うん、そうなんだ。一本一本こう粘着力があるので、なるほどね、はい、ではもう早速眉はもうこんくらいでいいかなと思いますので、うんうん、鮮やかなピンクを目の下に入れます。鮮やかなピンクで、ね、結構鮮やかだね。結構鮮やかです、ね、マックね。はい、私マック大好き。マックのチークです、うん、チークを目の下にね、はい、チークなんだけど発色がすごいいいピンクですね、うんうん、だからアイシャドウとして使っても、なるほど、全然色味わかるくらい。そしてハイライターをちょっと、うん、これもまたまたかわいい。チョンセンブル先生の、チョンセンブル先生またも優秀だから、これいっぱい持ってるわね今日。そうなんですよ。すごいわ。なんとなく選んでみたら、嬉しい。そう、チョンセンブル先生の商品をたくさん持ってくるようになっちゃったんですね、うん、でもやっぱりさすがね、師匠のやっぱアイテムが使いやすい感じでですし、ね、あともう品質自体がいいんですね。確かに確かに、はい、何十年間のノウハウが詰め込まれた商品だから、うんうんうん、アイラインは入れない感じにさせていただきます、うん、ここで早速シェーディング、リリバイレットです。なるほどね、はい、やっぱ大きいやつでやるのね。大きいやつで一遍に、なるほどね、ささっと。このサイズってね、日本にあんまりないんですよ。そうですね。そう、これ結構韓国特有って感じ、うん、すごいわ。結構最初から白大きいさせちゃったので、うん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 、これで首とつなげるような感じで、なるほど、ね、大胆にふわっと、ね、大胆にふわっと。やっぱ外側よね、そうやってね。そうですね、うん、あともうちょっとチークを分かりやすいピンクにしたいなと思いますので。あ、チークね、はい、結構青みだね。結構青みのチーク、うん、好き、こういう色。ロム&と、ロム&と、これはホリカホリカです。ホリカホリカ先生ね、はい、ささっと、うん、キュートですね。キュートです。嬉しい、キュート嬉しいわ、うん、鼻のトップにもね、キュートさんね、はい。このチークでリップいきます。はい、あ、リップ、はい、うん、やっぱりちょっとなんか色味が強いリップじゃないですか、もともとの、うん、これで一旦カバーしてから、うん、キュートなボーイのリップを、うん、なるほど。またまたかわいい、オシャンティピンクこういった色味です。いい、ね、超マットじゃない？超マットです、ね、アスパチュラでね、はい、かわいい、この色。これ結構唇のくすみを飛ばしてくれる色味で、うん、私も大好きです。健康的に見える、はい、うん、これはまたまたエクマールです。エクマール先生よ、またこれツヤツヤのリップなんですけど、なるほどね。こうやってもうツヤツヤのリップ塗った後にさーっと一回通すと、うん、これが何ここ、グレイザーというところで硬膜を均等にこうつるんとしてくれる役割です。なるほどね。これ赤ちゃんのおしゃぶりの素材です。あ、シリコンね。はいはい、だから安全、ね、そして洗える。へー、はい、中心にね、内側に、はい、中心から、うん、もうグラデー定番になっちゃって。なるほど、はい、で男性アイドルも結構みんなグラデだもんね、はい、あとツヤツヤのリップも多いです、うん、男性アイドルだって、うん、結構キュートなボーイになってきてる。キュートなボーイ、嬉しいパールが大好きなグループのマンネのヒロ君ということだから、うんうん、せっかくなんでキラキラを。いや嬉しい、これなんだろうと思ってたの。そう、つけてみようと思います、ね、はい、三木本 VIP のそうよ、もうこれ顔につけてくださるの、はい、うちのグループマンネのヒロちゃん、ヒロくんなので。いや嬉しいわ
これですね、日本のネイルのブランドさんのものなんですけれども、プラスチックのパールって結構剥がれたりするじゃないですか、はい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 、ネイルに使った時は。確かに確かに。でもこれはもう本物の真珠だから。あ、そうなんだ。削ってもこの光沢感ずっと続くみたいらしいですよ。これ目に使うの？ここに大きい2個、ここに小さい3、あ、そういう使い方なんだ。3、4個くらい、どうですか？あ、いいです。顔にパールつけるのは私生まれて初めてです。よー、やったー、そうやってね、ピンセットでね、よいしょ、絶対逃しちゃダメ、うん、一発仕上げ。このグループのコンセプトは、うん、清涼系男性アイドルグループで、うん、うちのグループのマンネはヒロくんという、うん、そうそうそう、爽やかでしょ私。そうよ。はい、じゃあちょっと私メイクを仕上げていただきましたけれども、ここからヘアスタイルをチェンジしていただけるということで、はい、私すんごい楽しみでございますということで、もうとても可愛らしい顔になったでしょ。でこれヘアスタイルまた決まったらまたすごいことになっちゃうでしょ。そうですね。いや嬉しいわ。じゃあちょっとチェンジお願いいたします。お願いします。今日はヘアを担当してくださる素敵な、ジェントルメンがいらっしゃいますけれどもご紹介いただけるかしら。いつも私のヘアを担当してくださって、あと以前はもう本物の K-POP アイドルもたくさん担当されてた凄技のヘアの先生です。ファンドング先生と言います。ファンドング先生、韓国から今日来ていただいたんでしょう。そうです。いや嬉しい、私のために。もう小田切弘先生のために、今朝羽田から、はい、いや飛び込んで。本当にありがとうございます。よろしくお願いします。まずはボリューム出しですね、根元の、ね、はい、韓国ボリューム大事なんで、うん、確かに確かに。あと今日はもういつもの小田切弘さん先生って、うん、こう真ん中分けというイメージがあったので、うんうん、その分け目をちょっとなくしてキュートな、すごいキュートな感じの K-POP アイドルのマンネに仕上げたいと思って。なるほど、はい、私分け目なくすの多分ね20年ぶりぐらいかも。 あと今ヘアの先生のドング先生は、うん、もうすんごい踊りをしても全然崩れないヘアの達人です。へー、もう逆立ちしてもそのまんまです。今日はちょっとキュートなマンネのイメージなんで、うん、ーなカール入れてます。なるほど。なんか違う人になってる。こんなに自分に丁寧に扱われてる感感じたの超久しぶりなんだけど。すごい可愛い。フィルターかかってるとめっちゃいい感じ。そりゃ私だってフィルターかけさせてよ。あんた世の中の人みんなかけてんだから私だっていいでしょ。ダメです。40歳のアンドロジナスの自撮りをみんなが見ております。それを全く恥ずかしがらずにやる私もすごくない。リップ足しますね、うん、あ、最近韓国アイドル界で流行ってるあの動画、うん、リップ塗られてる動画、行きましょうか。何それ、わかりますか。わかんない。動画でずっと見んだ、はい、じーっと人形のように。そうそうそう、たまには可愛くさしてちょうだいよ。そうよ。はい、完成しました。いかがでしょうか。かわいい、すごい嬉しい。ちょっとおすまししていい。はい、第4世代の男性アイドルグループ、グループの名前はアンドロパール、どうですか。アンドロパール、アンドロパールかけたわね。そうですね、はい、私今日はもういろんな学びとね、新しいこの自分の出会いとね、本当に今日 A ちゃんがここに来てくれて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。そう、あの今日の日を絶対忘れないわよ。絶対忘れない。そうよ。ということで、まあ、A ちゃんは韓国と日本で代表的なね、あの美容発信する A ちゃんでございますから、そこでコラボレーションさせていただいたということで、この動画はねとっても貴重な動画になったと思います。そうよ。そうよ。ということで皆様、今日の動画がいいと思ってくださった方はこのいいね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、下にコメントいっぱいいただけたら嬉しいです。嬉しいです。そうよ。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。